岡山市南消防署楢崎出張所岡崎祐介です。岡山市消防局からお知らせです。最近よくこんなものを見かけませんか？飛沫防止シートです。感染予防に効果があるとされています。でも実はこちら火災の危険が潜んでいることをご存知でしょうか？実際にどういった危険があるか燃やしてみます。それでは実際に飛沫防止シートをガスバーナーを使って燃やしてみましょう。どうでしたか？先ほどの飛沫防止シート、簡単に火がついて一気に炎が広がりました。飛沫防止シートを使う際は近くで火を使わないようにお願いします。感染にも火事にも気をつけましょう。次に飛沫防止シートの防炎性能がついたものを燃やしてみます。こちら見た目も触った感じも先ほどと全く変わりません。では燃やしてみましょう。防炎性能がついた飛沫防止シートは溶けるだけで火は広がることはありませんでした。こちらアルコール消毒液です。消毒効果があるのは皆さんご存知ですよね。実はアルコール消毒液、危険物第4類アルコール類に指定されており、火気厳禁の引火性の液体になっております。では実際にどういった危険があるのか見てみましょう。手袋にアルコール消毒液をかけて、明るいところと暗いところで火の見え方が違うのか比較してみます。明るいところでつけてみます。どうですか？今火はついています。火をつけます。どうですか？暗いところだとアルコール消毒液が燃えているのが分かりますね。次にカセットコンロに火をつけて、そこにアルコール消毒液をかけてみます。火をつけます。アルコール消毒液をかけます。このようにアルコール消毒液は火気厳禁です。近くで火の使用をしないようにしましょう。つけを掃除していきます。うわ、待って、ボッケアチが、え、あっつ、危な、危ないわ、ほんと。うわっ、うわっ、うわっ、さっき燃えたばっかり、またやってしまうた、危な。こういった危険もございますね。十分注意してください。最後におさらいです。飛沫防止シートの近くで火を使わないようにしましょう。次にアルコール消毒液は火気厳禁の引火性の液体ですので、近くで火を使用しないようにしましょう。